2023年タイトル取れるように頑張ります。2桁得点目指して頑張ります。いや嬉しいですよ。こう大学から一緒にやってますし、高橋選手の全てを知ってるので、これから引き出したいなっていうふうに思ってます。まあ、まだね2日目で硬いんで、これからです。なんて呼ばれてるんですか？としきです。なんで皆さんとしき呼んでください。お願いします。逆にどうですか？いやもう素直に本当に秋は浦和でもうキャラを確立しているので助かります。本当に自分からしたらそんなキャラないけどまだね。いやもう本当にすごい人だと思ってますし、まあ、雰囲気のある規律のある監督だなというふうに思いますし、より一層強くなるチャンスだと思うので、しっかり監督の言われたことをピッチで表現したいなというふうに思います。秋も言ってましたけど、本当に規律のある監督なので、どんどんいろんなことを教わりながら、まあ、自分自身成長していけたらなと思います。最初見たときはでかいなこの人第一印象だったし、ただなんかすごいコミュニケーションとか大事にしてるとか言ってたんで、いっぱい喋って知っていきたいなと思ってます。はい、マジっす。厳しい感じが、はい、するんで、なんか空気が締まるのかなと思うんですけど、ここから上げていく、ね、キャンプもあると思いますし、そのサッカー的な部分でも、まあ、フィジカル的な部分でも上がってくると思うので上げていきたいです。全て同じです。大丈夫、俺の言葉だけど。プライベートな目標なんですけど、はい、料理ちょっと頑張りたいと思ってるので、なんか人に見せれるような料理を作れるように頑張りたいと思います。はい、僕も頑張ります。僕も、はい、自炊するんで。ジョアンがスペイン料理かなり上手なので、はい、それをできるようにやりたいにしておきます。チーム一丸となって目標であるタイトルっていうところをより多く取れるように頑張りたいと思います。お願いします。はい。そうですね、まあ、まずはリーグ戦の部分で、やっぱ年間のチャンピオンが一番強いと思うので、そこを目標に頑張りたいですし、まあ、ACL の決勝もあるので、まあ、浦和というクラブがタイトルは必要だと思うので、そこに向けて頑張りたいと思います。このチームで、覚悟を持ってとにかく試合に出ること、そして、まあ、去年達成できなかった目標タイトルっていう部分を達成できるように、まずはしっかりといい準備をしていきたいと思います。そうですね、まあ、僕も2年目っていうことで気持ちが去年よりはこう慣れているというか、まあ、覚悟を持ってきましたけど、雰囲気的にもいい雰囲気で個人的に入れましたし、新しい選手もいますけど、比較的こうリラックスして、まあ、いい形でトレーニングできたので、まあ、これをどれだけ続けていけるかが大事かなと思います。いやまだお前英語話せんのかぐらいのことしか聞かれてないんですけど、でも11月シーズン終わってから新しい監督って決まってからの新しい監督がどんなゲームをするのかっていうところの試合の映像は6試合ぐらいいただいてたので、印象としてはまあ頭の中にあるので、まあ、それをこうできるだけ早く体現できるようにとは思ってます。まあ、また心新たにアグレッシブに試合が展開できるようなそんな準備をキャンプを通してしていきたいなと思ってますので、まあ、開幕まで時間がありますけど、まあ、僕たちそこの一日一日大切にしてやっていこうと思っているので、気長に待っていただけたらなと思います。応援よろしくお願いします。そして、まあ、新監督が来てメンバーも少し変わって、まあ、まずはこのプレシーズン、まあ、キャンプ含めてプレシーズンでいい準備をして、個人としてもチームとしてもまあいい準備をして開幕を迎えられたら、まあ、まずはそこが目標かな。いい状態で開幕を迎えるというところをまずは目標にしてやっていきたいと思います。もうオーラがすごいですね。多分話すスピード人の倍速どころかもう逆再生ぐらい遅くて、丁寧に喋られて確固たる軸みたいなものが一つあるんだなっていうような印象でした、ね、監督の話を聞いて。もう秋と同じ関係値だったんで、まだぎこちないですね。先輩風吹かしてたんで、トシキに対しても 1,3,2,4 と2年間やって、トシキもトップチームにいたんですけど、まあ、もちろんプライベートで関わることはなくっていうぐらいの距離感だったんで、
まあ、秋と俊樹が結構仲いいみたいなんで、まあ、そこで多分秋が、まあ、多分あいつはいい入れ知恵してないと思うんですけど、まあ、そういう意味ではいい意味で距離感を縮めてくれてるかなと思うんですけど、まだそんなに色は分からないです。新加入選手、新蔵さんが戻ってきてくれたのは僕的にはすごいありがたくて、やっぱり浦和レッズというチームだったり強いチームっていうのはこう、僕も年の差ありますし、ちっちゃい時から見てるやっぱすごいと言われてる選手の背中とか認めてもらいたいなっていう気持ちで僕は結構サッカーすることがあるので、そういう意味では帰ってきてくれたのはとても嬉しいです。意気込み、今年の意気込み。意気込みはそうですね、去年あんまりチームにピッチで貢献できなくて、チャンスはもらえたんですけど怪我とか自分の実力不足とかっていうのが、まあ、J1 の舞台で初めて1年間通してやってみて、本当自分の力のなさを痛感したので、まあ、それをしっかり味わえるいい年ではあったので、まあ、そう言えるように今年は活躍して、覚醒した平野由一をウサギのように飛び跳ねて見せつけられたらなと思いますそうですね、まあ、あまり去年ユースの時に練習参加っていうのはなかなかしてこなかったので、結構初対面の人とかも多いんですけど、まあ、今日自主トレにこう来て結構先輩方が話しかけてくれたり、不安もあったんですけど少しこうやっていけるかなと自信は出てきました。小泉さんと吉田さんが僕がストレッチしている時に一番最初に声をかけてくれて、一緒にランニングとかしてくれたのですごい優しかったです。ユースの時になんかやってたこととか、あ、そうなんか車の免許がとかどうなるとか、そういう日常的な普通の会話をしてくれました。僕のプレースタイル的にはこう上手いというよりは結構対人だったりとかガツンとボールを奪いに行くとか、そういう迫力の部分だったりが長所だと思ってるので、そこに目を向けてもらえるようになったり、1年目から自信持って自分の今までやってきたことを信じてスタメンを取れるように練習から自分からこう積極的にやっていきたいなと